と君は来ない、一人きりのクリスマスイブ、サイレンナー、ああ今年も一人か。私に見せてください。まあ他にもあると思うんで。はい。できるだけじゃ字が多いところを選んだらいいですか。はい。つまり、そこでいいですか。愛がともかく、はい、無償は無。無理。伏せてもいい。はい。はい。お、黒板。黒板。ではですね、この後、おそらくお二人が目にするであろうものというのを今から私先に書きますので、ショーみたいな、欲しいみたいな、
っちでいいですか。はい、はい、ではですね、上側の10円玉で隠しておきます。この状態で、ページぐる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 と動かしていくので、好きなところでストップと言ってください。ルーレットです。ここらからスタートしましょうか。いきますね。あ、なるほど、そういうことです。ストップ。ここでいいですか。はい。変えてもいいですよ。言われたら変えたくなるけど、あえて変えない。そこで変えないですか。はい、はい、じゃあ運転のけで、あの中に入った字を読んでください。言い続けがある。あ、そういうの、はい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 、多分このはい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 、成功ですね、ピンポイントですね。いやいやいや、ピンポイントすぎるでしょ。ちょっと場所変えろ。異次元クラブ、異次元クラブ2クールメイト。イエーイ、やったー、来た来た来ましたね。まさかこんなに続くとは。さすがにあのマジックちょっとびっくりしたね。びっくりしましたね。びっくりした。記念のプレゼントに、ゆかちゃんのお尻を見せてください。はゆかちゃんの お尻を見せて、前はいいから。いやいやいや、そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。なんでお尻、お尻、なんでお尻。いや好きだから。いや好きだからじゃなくて、あの番組が違うでしょ。ツークルメ記念、ツークルメ記念、なんで節目だから。節目、わからない。節目だったらお尻でしょ。聞いたことない。お尻見せてほしいな。よし、じゃあスークール目の一発目なんで、私がじゃあちょっとお尻のマジックを。おい、やったいいの。やりますよ。もういいです。やけくそですよ。おいじゃあまずこちらをご覧ください。まず、はい、じゃじゃん。今晩いかが。お待ちしてます。おー、ゆかちゃん、いやーゆかちゃんのお尻が。ゆかちゃん見せて、ゆかちゃん見せて、ゆかちゃんお尻見せて。あのね、ものすごい公共の場でのセクハラになってますから。あとはすっごい変な汗かいてきた。いやですね、あ、これですね、このゆかちゃんの使用済みカード、使用済みですよ、使用済み。何か語弊があるようなんですが、マスター、はがきをくれた方に、ツークルメ記念ということで、はい、はい、お尻見せて。私お尻、もうそんな前でもいいよ。じゃあ前で、わー、マスター前でこの指をですね、このようにかけて、前はこんな感じ。マスター、今週の合言葉を。あ、合言葉ですね。合言葉はですね、お尻を見せてと言ってもらえたら、お尻を見せます、私。というわけで、来週はどんなマジックが飛び出すのやら。せーの、異次元